曜元気のフラッシュさあさあ、はいどうも、始まりました。はいどうも、はい、クラッチングスタートでございます。はいどうも、はい、はい、どうも、はい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 、あれ今週も連れてきちゃった。なんだよ、適当に始めると思ったらこれ適当にできないね。今週もできないよ、ね、なんだなんだ、小西さんが来てくれたんだから。すいませんでした、はい、ごめん、来ちゃった、うん、お世話さんでございます。2週連続でもね、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しかったから、私もよろしくお願いします。あ、何そのああ一応ゲストなんだからな、私も。いや、あなた違うでしょ。ゲストだったの。なんでなんで私すごいレギュラー。あなたもう6回目ですよ。そうだったっけ、起こしてもう準レギュラーみたいな感じになってますからね。初めてのよくわからないですけど。誰だよ、あんたなんだその声。なんでよ、しょうがないの。何を。鍋だよ。おなんだ鍋だって。新キャラだ、新キャラ。鍋だよ。なんだ鍋だよ。すいませんでした。うん、楽しいね、はい、相変わらず。じゃあね、今日はまた2つコーナーやっていこうと思いますが、うん、はい、どうしようかね。オープニングトークはさ、うん、まあ、ウォーミングアップみたいなもんだからいつも結構ガッチリやってるじゃない。うーん、オープニングトークを、うん、これ言おうぜみたいな、うん、あ、そうなの。あ、してないっけ。私の時あんまないから。あ、そうか、ないか、うん、私も前回それなかった気がする。そうそうそう、うん、もう適当にね。そうなんだ。でもちょっとガッチリ、じゃあなんか何の話しようか。じゃあそうだね、うん、一応じゃあなんかどうする、うん、竹取物語でも読む今。昔々どこまでいけるかな。ごめん、あと1分しかないからダメだわ。おじいさんと続けんの。夏といえば、一緒や。夏といえば、夏といえば、あ、海行った。海行った。行ってない。私も行ってない。花火見た。花火見た。明日見る。あ、音だけ聞いた。明日見るとか言っちゃダメだよね。違う、明日火曜日だよ。そうそう、小指に寄ってるの。あ、でもやってるからね今ね、日々って。夏だよ今だってね。花火見たいな。うん、花火ね、うん、うん、スイカ食べながらね。あ、いいね、うん、花火トーク広がるこれ。もう花火もね、今すごいいろんなとこでやってるよね。うん、うん、いいよね、花火大会。あれ9月ぐらいまでやるの。ある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 、ある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 。うん、うん、そっか、何今の。いる今の。100人に聞いた感じで。あら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 ってね、はい、うん、まあ、そんなんでコーナー行きましょう。はい、はい、